少年たちの笑顔イラクの少女の笑顔イタリアの女性の笑顔リートル・ティッチの笑顔微笑みとは微笑むことで微笑むとは声を立てずにニコリと笑うこと微笑ともまた微笑んでいる顔は笑顔とも呼ばれる近代では微笑の笑みという言葉も存在している微笑みとは声を立てずにニコリと笑うことである 人間の表情の一つで嬉しさの表れであったり、好意の表現や敵意を持たないこと表現するために使われる。笑顔には自然な笑顔と不自然な笑顔があると指摘されることがある。まず心に嬉しさがあって自然に出ている微笑みとそうではなく内心嬉しいとは感じていないのに意識的に表情筋を動かして作っている笑顔があると指摘されているのである。 人のコミュニケーションの研究者や、あるいは嘘の研究者は、自然な笑顔は、目元周りの表情筋が中心になって動き、つまり、目元周りが緩んで微笑む、という。それに対して、意図的、作為的に作られた笑顔というのは、口元あたりの表情筋肉がある字に動いていて、しばしば目元の表情筋がほとんど動かない、と指摘されている。 口の端だけが引っ張られて吊り上げられたような笑顔というのは心に喜びがあって出た笑顔ではなく意図的あるいは作為的に作っている笑顔だと指摘されているのである相手が心から喜んでいるかそれともそうでないか見分けるためには口元は無視して目元をよく観察すればわかるということになる目元も笑っていて なおかつ口元も笑っていれば特には問題はない。だが、もしも口元は引っ張り上げられて笑っているような形になっていても、目元が明らかに笑っていない場合は、あくまで無理に笑顔を作ろうとしており、本心ではむしろ不快に思っている場合がほとんどで、要注意であり、顔を見ている人が抱く印象を操作することで、商売をうまく進めようとしたり、時に騙そうとしている。 可能性もあり、笑顔といっても、むしろ要注意な場合があるという。しばしば社会では、意識的に作られた微笑みが用いられている。例えば、ビジネスの場や、商店で、従業員が、お客に接するときなどは、特に感情がなくても、とりあえず少なくとも敵は、持っていないということを示すために、挨拶のときなどに笑顔を作ってみせる、ということは広く行われている。 作り笑いであることを理解した上で成り立っている。赤ちゃんの笑顔なお、新生児は感情表現とは別に自然と微笑む、新生児微笑を行う。この新生児の微笑行動は、人に限らず、猿の赤子にも見られる。日本人の不自然な微笑に関しては、小泉役者、日本別区県期内の日本人の微笑において語られており、 愛する人が亡くなった重大な時にこそ、りに表情を表すことを控え、むしろ笑みを浮かべることを美徳としていたとし、そうした日本人の美徳を外国人である小泉自身は不可解であったと記している。この日本人独特の美償の不可解さは、ニトベイ・イナゾウチョの武士道内においても説明されている。悲しい時の美償を日本人独特とするのは、 小泉自身が韓国にも旅をしており、葬式を見学した際、肉親のほとんどが大声を上げて泣いており、日本の葬式では見られないほど、率直な感情のトロが見られたことによる。武士道内の説明によれば、悲しい時の微笑は相手を気遣わせないための配慮であり、他人を心配させないための表情であるとしている。本来なら、 悲しむ時の状況であるにもかかわらず、作られる微笑み習慣は現代でも一部で見られる。2010年の日本とオランダの大学による共同実験においても、日本人は文化的に本当の感情を出さない傾向があり、否定的感情も笑顔で取り繕うため、感情を読み取る際、顔ではなく、声の方を重視することがわかっている。声までは偽装しにくいためと考えられている。 これに対し、オランダ人は感情を顔の表情で読み取っていたという結果が出ている。このため、文化的誤解が生じやすい。実情的には微笑む場面でなくとも、作為的に満面な笑みの表情を作ることによって、脳内では嬉しい気分を示す反応が得られる実験結果がある。人は笑顔を作ると、 その時の筋肉の状態が感覚受容器から脳にフィードバックされ、こうした表情を作っている時は嬉しい時であると判断するため、嬉しさの内部モデルが働き、結果として脳内では嬉しいと感じる反応を示す。いわば笑った顔を作ってみようとする。意が能動的であるのに対して、情は受動的ということになる。結果論として、情は意図とは関係なく、 自動的に湧き上がってくるものと判断される。この実験結果からわかることは、情は、子が主体的、能動的に作り出すものではないということである。前の高氏は、情の存在理由について、エピソード記憶にメリハリをつけるためと、個人的見解を述べている。日本語の、笑いは、おかしさによって笑う、ラフと、嬉しさによって微笑む、スマイルの二つの行為の意味を持つが、 これらは異なったものである。とはいえ、近しいものでもある。笑いにはしばしばあざけりのニュアンスが加わったり、声が加わるのに対して、微笑みにはそのどちらもない。他に、作り笑いや愛想笑い、苦笑い、泣き笑い等の様々な笑いの種類がある。ただし、子供をあやしていると、微笑みから、次第に声が出て、 やがて本格的に笑い出す場合もあるから、連続的な関係はある。それまで人間とチンパンジーの赤子に特有とされてきた、微笑みだが、2001年に京都大学霊長類研究所と精神女子大学の共同チームが、日本猿のメスの新生児にも自発的微笑があることを確認している。唇を動かす際に、両方の方を動かす場合は、微笑みではないが、 精神女子大教授の川上清文によれば、片方の方を動かす行為から微笑む仕草であると判断したとされる。モナリザメールや掲示板、ブログなどでは補足的な感情表現の手段として、笑顔が顔文字やアイコンなどの形で利用されることが多い。マクドナルドのメニューにスマイルゼロ円が存在するように、サービス業では微笑みが、 重要視されることが多い。こうした点を逆手にとり、キャセーパシフィック航空の労働組合では、労使交渉における戦術の一つとして、笑顔の拒否を採用したことがある。ありがとうございます。